こんにちは、ガチンコマッチョクラブの久保でございます。ミスター M さん、お元気でしょうか？まあ毎日元気なところ見てますんでね、聞くまでもなかったですね。今日はちょっとね、ご質問といいますかね、レビューといいますか、まぜこぜでお伝えしたいと思いますけども、まずこのマスク見てください。これね、なんかちょっと気持ち悪いマスクに見えますけども、これをこうしてですね、実は呼吸がすごくしにくいです。このマスクの効果、実はね、私もよくわからないんですよ。なんですか、クリードっていうね、ロッキーの続編を見ていて、主人公のクリードがね、ロッキーのトレーニング受けながら、これで、ランニングマシンを行ってるところを見たんで、あ、そういえばそろそろああいうのも使ってみようかなと思ってこれ買ってみたんですけども、ちょっとね、呼吸がしにくいですね。こういうもんなんでしょうね、きっとね。多分これで呼吸がしやすいように息遣いをしろってことなんでしょうかね。よくわかりませんけども、あんまり使ってないです。で、結構ね、安いの買っちゃったんで、作りがチャチいのかな、こんなもんなんですかね。いまいち使用感も悪いんで、そのままにしてます。で、これは多分ジョギングの時に効果があると思いますけども、私はジョギング室内でしませんのでね、ちょっと今のところ浮いちゃってる状態です。はい、で、次がですね、これ5キロのリストバンドです。実はね、これ2つつけて足につけていたんですけども、5キロ5キロで、これ片っぽが5キロなんですよ。すごいでしょ。めったにこれ買う人がいないと思いますけども、最初これを5キロ5キロで足につけてた時に、ちょっと全然ね、足が動かなくって、痛めそうだったんで、まず3キロから始めたんですね。3キロで慣れていって、体力ついたかなと思ったらこれにしたんですよ。で、ここのね、グリップのところが足に食い込んで痛いんで、必ずソックスをすることと、あとね、こういう向きでつけそうなんですけども、実際はこういう風な向きで後ろに重りが来るといいみたいです。5キロね。で、今は片っぽがもう、ね、使いすぎて破れちゃったんで1個しかないんですよ。ですんで、これをね、こういう風な形で肩を鳴らすのに使ってますね。で、これで肩をほぐした後に、これをね、10回ぐらいした後に、もう1回10回をして、あとバーベルに移ってますね。こんな感じですね。こういうですか。やっぱ腕ちょっとこうビシッとしてますね。で、次なんですけども、これね、ミスター M さんにちょっとご質問があります。この手袋ね、グローブ、こういう風にして、FR ジャパンって書いてますね、これ。こういう風なもんですけども、こういうの手袋をしてね、基本的には私はトレーニングをしてるんですよ、いつも。こうね、こんな感じです。これで、こうね、ダンベルをこう上げたり下げたりすると、まあ、手の表面がね、手の表面がちょっと皮がむけたりしないのと、あとはやっぱりこうしっかりとグリップしますよね。こう布とこの鉄のギザギザのところでこうやって、これなかなかやりやすいかなというところでございますね。はい、というところでね、こっから質問なんですけども、ミスター M さんは懸垂とかするときに、これのね、こうグリップがついてるやつがあるじゃないですか、こういうふうに、あれを使ってらっしゃると思うんですよ。で、ここに引っ掛けるような感じでいくのかな。そうすると腕全体でこう上げるような感じで、多分握力がロスなくこうね、使えるという意味なんでしょうね、きっとね。あれのちょっと使用感を教えてもらいたいなと思うんですよ。で、どのタイプのを使ってるのかも分かればね、Amazon なり Yahoo ショッピングなりでファイティングロードさんかな、購入しているのがあればちょっと教えていただければなと思います。私もね、このままグローブでもいいんですけども、こういうのはクイッとね、グリップがついてるやつも最近興味があるなと思って見てるんですよ。もしかしたら別に買わないかもしれませんけども、そちらの方ね、機材の方をやっぱりこう教えていただくと幸いでございます。今回はね、動画以上になります。よいしょ。ありがとうございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。それではですね、それでは、他の機材のこともこれからね、聞いてまいりますんでお願いします。あと、そうですね、ダンベルのね、プレートラックっていうの、あれいいですね。
まあ1万弱するやつですけども、あれ私も買ってみようかなと思います。プレートをね実は下に置いてるんで、でまあちょっとね下のスペース結構取ってるんですよ。でシャフトも立てておければいいなと思ってたんで、ああいうのがあるの知りませんでした。今回すごくいいの動画で見せてもらいましたんで、今日もね、いろんなタイプがあるんですね、シャフトラックね、プレートラックですか、あれ見ててね欲しいなと思ってるところなんですよ、うん、はい、これからもいろいろよろしくお願いします。それではガチンコマッチクラブメタボ47でお会いしましょう。